医療現場でプロも認める製菌素材、うん、バイオガードをご紹介いたします。はい、このバイオガードには高い製菌性があり、うん、主に国内の医療現場での長年にわたっての実績のあるプロ仕様のブランドになります。こちらになりますね。はい、こちらですね。はい、でここでこのバイオガードの機能としてここにある黄色ブドウ球菌を使った試験の動画をこの後ご覧いただきます。うん、でまず黄色ブドウ球菌ですけれども、人や動物の皮膚あるいは消化管にいる菌です。うん、でこれが異常な増殖をしてしまいますと、うん、皮膚の感染症や食中毒の原因となる菌です。黄色ブドウ球菌に対する実験ですけれども、未加工のもの、抗菌防臭加工されたもの、さらに製菌加工、バイオガードを加工した3つの生地に黄色ブドウ球菌を付着させます。それぞれの生地に1万個の黄色ブドウ球菌をまず付着させます。これが18時間後です。未加工のものは1万個だったものが1000万個に増えてしまいました。一粒一粒が黄色ブドウ球菌の塊になります。いや怖い怖い。次に抗菌防臭加工されたものは10万個に抑えられています。バイオガードの効果になります。うん、1万個あった細菌が1000分の1の10個まで減らってます。いやこれ本当ですか、すごいですね。実際にこの性能を証明するために、うん、まあ、こちらになりますけれども、お墨付きとしては SEK マークというものがございます。うん、これは繊維評価技術協議会が定める SEK マークのうちの製菌に、あるものです。だいだい色の方は一般用途、例えば、ジムのユニフォームなど、うん、でこちらの赤い方については、菌の対応種類が多くレベルが上がっておりまして、うんうん、ドクターコートやナース服に使われております。バイオガードにつきましてはこの両方、はい、代々も赤もどちらも取得しています。そうなんですか、じゃあ安心ですね。